なんていうか民度の低そうな場所だな。おしゃれスポットじゃねえことは確かだ。ハワイの夜の店はここに集約されてて、病たちが幅利かせてる。そのせいもあって日本人も多いんだ。病たちの話はどこに行けば聞ける？少し歩き回ってりゃ向こうから出向いてくるよ。特に俺は無断で病の元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫？トミー、なんだか浮かない顔してるみたい。まあな。だが今は俺より桐生さんの心配が先だ。一番、この先にタトゥーショップがある。そこの堀氏のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人なもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。ってことは、何か知ってることがありゃ病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな。分かった。いらっしゃい。どうも。ちょっと聞きたいことがあるんです。いいですか？客じゃないってことかい。すいません、俺です。富澤か。よく堂々と顔出せたもんだね。また病に焼き入れられるよ。そうなんだけどさ、知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだ。おばちゃん、なんか聞いてません？さあね、ヤクザに関わって得なんてありゃしない。どんなことでもいいんです。病に捕まったのは俺の恩人なんです。その人病気で、早く助けねえと。悪いけどもう行ってくれるかい。病んとこのが来てるよ。おお、まさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるとはな。しかも古き良き時代の極道って感じだ。ありがとうございます。あとはあいつらと話してみます。そうしておくれ。他人様の島で世間話したらええ度胸しとるの。踊れら、えらくしみるな。ハワイで聞くヤクザの広島弁は日本でもこんなのめっきり見ねえよ。日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはな。そう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ。余裕かましてて大丈夫？桐生さんを返してもらうぜ。あの人はどうだ？なめた口つきやがって、このアホンダラ。お嬢せえ、やってやろうぜ。私の出番ね。覚悟。やっ。行くぜ行くぜ。出番が来たな。お、こういうのか。見さらせ。あたれ。よいしょ。よし。頑張りますか。ビビってんのか。いつでもいいぜ。調子がいいぜ。近場だ。ああ、キラの活躍だな。威勢が良かったな。口だけだったな、あんた。アホ抜かせ。わしはまだまだやれるで。桐生さんがどこにいるか聞かせろ。こ
これ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ。ほら早く言え。お互いここは笑顔で別れようぜ。あの男なら シアタービルぜ。シアタービル知ってる。それならあそこのビルだ。もともと劇場だった建物だ。あそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ。確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ。当然病がいるだろうし手下でごった返してるんだろうな。なあ、でも行くぜ。ドールズ&デビルズ、面白い名前の店だな。ああ、有名なナイトクラブだよ。セクシーな姉ちゃんのダンスを見ながら飲み食いするところだ。へえ、ナイトクラブ、そういう店もあるんだな。桐生さんがいるとしたらこのビルのどこだ。ああ、それなら多分最上階かな。病の腹心だけが出入りできるフロアだ。俺も数えるくらいしか入ったことがねえ。お前らは病ってのには会ったことがあるんだよな。どういうやつなんだ。杖ってのはもちろんあるんだけどよ、何よりも腹ん中で何考えてんだかわからねえのが不気味なやつだ。ああいう目ん中に暗いもんが宿ってるやつは大抵わけありで。なるほどな、要注意人物ってわけだ。ああ、それに意外と人望もあるみたいで手下もかなり気合入ってるぜ。なるほど、道理で俺らの助けがいるわけだ。そういうこと、頼りにしてるぜ。さあ行くぞ。すぐに俺のメスやってやろうぜ。よし、覚悟。出番が来たな。こうねえのか。こんなもんだよ。必殺当たれ。さっさとかかってこいよ。何？来ない。行くぜ行くぜ。おりゃ。やるのね。ガンガン行くぜ。ほら来いよ。ほら来い。いつでもどうぞ。せや。私の出番ね。やっ、セクハラ。調子がいいぜ。ほら頑張りますか。相手してあげる。見さらせ。ぶちかます。うっぶっち。やるのね。さてな。よし。はい。はい。よし。どうや。
強すぎだろ。いい調子だぜ。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。てめえ、誰かと思えばへっぴり腰の富澤じゃねえか。裏切り者が。よくもその面見せれたもんやな。そりゃてめえらの面なんざ見たくもねえけどよ、仲間が捕まって放っておけるほど落ちぶれちゃいねえってこった。へっ、よく言ったぜタミ。シャラクセ、俺たちの恐ろしさ思い出させてやら。武器殺してやるぜ。さっさと始めようぜ。私の出番ね。お、ビビってんの。覚悟。さて行くぜ行くぜ。やっちまうか。いつでもどうぞ。はか、頑張りますか。かかってこいよ。必殺。腰抜け野郎が。よし、やるぜ。ここらで勘弁してやるよ。コツつかめたんじゃねえか。洒落てるじゃねえの。とてもお客さんが入れる状態には見えないけど。このフロアは病の連中が好きに使ってるからな。どこで勝ち合うか分からねえ。気を抜くんじゃねえぞ。私の出番ね。覚悟。さっさとかかってこい。行くぜ行くぜ。出番が来たな。ほら来いよ。来ない。腰抜け野郎が。必殺。あだえ。本気出せよ。よそ見すんな。うらうらな。よし、よし。はあ、出力全開。調子がいいぜ。こっち見ろや。頑張りますか。よし、やるぜ。私の出番ね。行くぜ行くぜ。一緒にやる。出番が来たな。ビビってんのか。俺もやれるぜ。よし。
子がいいぜ。大人の渋みが出てきたぜ。いっぱいやりたい気分だぜ。調子出てきたな。開けてみるか。やったぜ。これが俺の真骨頂よ。やるぜ。よし、俺もやれるぜ。行くぜ行くぜ。やろうぜ。出番が来たな。いつでもどうぞ。よそ見すんな。必殺。
おう。うまいね。いけるいける。私の出番ね。覚悟。行くぜ行くぜ。出番が来たな。ん？何？見さらせ。あたれ。ガンガン行くぜ。よし。ほら来いよ。死ねろ。はあ。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。調子がいいぜ。ほら。ほらほら。頑張りますか。よいしょ。おりゃ。ぶちかまってんのか。私の出番ね。俺もやれるぜ。やっ。よし、上がりだ。俺もまだ若いね。私の出番ね。頑張りますか。ほら来いよ。よし。何？来ない。いやいや。行くぜ行くぜ。やっ。よし。はっ。せい。せいや。よし、勝ちました。勝利勝利。調子乗ってんじゃねえぞ。やってやろうぜ。私の出番ね。はあ。はい。調子がいいぜ。やっ。
頑張りますか。俺の番だ。何？来ない。よし。やるのかよ。行くぜ行くぜ。出番が来たな。やいな。私も。やっ。ここらで勘弁してやるよ。いわたしの出番ね。うん。はあ。せいや。調子がいいぜ。無理だ。もらった。風穴開けてやるよ。頑張りますか。うん。必殺。ぶちかます。こっち見ろよ。こんなもんかよ。ガツンと行くぜ。くいくぜ。私も。おや、出番が来たな。お前にガンガン行くぜ。相手してあげる。受けてみな。アタック。ご苦労さん。次もらうね。開けてみるか。開いたぜ。なあ。おい、開けてみるか。やったぜ。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバー
あいつが病だ。そうらしいな。まあしかしなんつー罵声感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。桐生さんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺がなめられてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。桐生さんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら我を通してならどうするかくらい分かってんだろ。ヘッ、太田君とかいい教育方針でやってるみてえだな。桐生の腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。ねえねえ、そうよ、放っておいてな。そうよ、あんなの意地悪。すぐ終わるからね。ステスに囲まれてお出迎えか。余裕しゃくしゃくだな。こわい病だ。どうってわけだな。調子がいいぜ。いや、出番が来たな。必殺あたれ。ぶちかまっ。俺もやれるぜ。うん、うっ、ミスったらごめんね。逃がしゃしねえぜ。決めに行くよ。おうよ。踊ってくださる。喜んで。ちょっと、そろそろ本気出してよ。おやじ、どうぞ。そうだね、たまには本気出すか。予想だな。こういうのは桐生に期待してたんだよ。早く来いよ。行くぜ行くぜ。ほら、一杯やりなよ。やりな。頑張りますか。よいしょ。ほれほれ、ガンガン行くぜ。こっからだろ。相手してあげる。ガツンと行くぜ。みんな死ぬなよ。これでありがとう。気が乗らないの。まだまだやろうぜ。やるのか。ちょっと休憩。
すっきりした調子がいいぜ、あれやるぞ、うっしゃー、ゴッドステッド、怪我するぜ。ほら出番が来たな、見さらせ。ぶちかます。何？来ない。こっからだろうが。受けてみな。切り捨て。任せといて。さあ行くぜ行くぜ行くぜ、ほれほれ、何やんの、来ない、もらった。こんなのはどうだ、来ないな、頑張りますか、ほら来いよ、まだまだやろうぜ、来ねえのか、ビビってんのか、相手してあげる、必殺！うわ！うわ！ガンガン行くぜ！ガツンと行くぜ！ほら！全力で行くよ！覚悟！出力全開！上昇！また成長しちゃった。吸収が早いのよね。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。人生これ成長。大人の渋みが出てきたぜ。俺もまだ若い。もう一遍だけ言うぞ。
キリュウさんはどこにいる？知らねえっつったらどうする？なあ、俺が力ずくで聞き出しますよ。やまい富澤。これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか？トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない？本気なら今からでも遅くないですよ。ふん、そん時は応援してくれ。入るよ。お客が来た。大きな声出すな。寝返しといてやれ。あんたら、キリュウさんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病、あんた茜さんのことはどうする気だ？茜ってのは例のばあさんのことか？ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ？ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ？少し安心したい。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。
作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだね。富沢の件にしろ桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血まなこになって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの件からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。ああ山井、最後に一つ言わせてくれ。ああ。キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に切る。死体の首取ったって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや俺ん中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああまったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前、いたぞ、あのガキだ。捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おい、よせ。手出すな！キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日。何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。うん。桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなことを。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、桐生さん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。な
私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥。桐生さんにとって娘同然の存在です。100億の少女と呼ばれ大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったらきっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、桐生さん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったが、俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしれない。怖がる？桐生さんがですか？自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。一番。茜さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。お体大事にしてください。ああ。じゃあまたな、一番。ああ、いやちょっと待った、一ついいか。お前ハワイ来た途端ちいちゃんなんか捕まえやがって。サッちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。じいちゃん下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。
俺は全然ありだぞ、ちいちゃん。はったく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ頼んだぜ。ナンバー。おう、それじゃあな。堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、やってみせるさ。それで、何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ、現場百遍は捜査の基本だ。よっしゃ。絶好調だ。間違いありません、あれは絶対に UFO です。ん？ UFO？ UFO って何かの見間違いでは？カモメとか光っていたならドローンとか、そういった可能性も。鶏を連れ去るドローンなんてないでしょ。私はっきり見たんです。あれは絶対にキャトルミューティレーションよ。キャトルってそんな大げさな。映画の見過ぎでは。なになに、何の騒ぎ。あ、カレンじゃん。警察の世話になるようなことしたんか。私は何もしてないわ。昨日の夜 UFO が出て外で飼ってるうちの鶏を連れ去っていったの。だから警察に何とかしてもらおうと思って。おいおい、 UFO ってお前マジか。つか、キャトルミューティレーションって家畜が変死した状態のことだろ。連れてかれただけならそれはアブダクションって言うんじゃないの。 SF ネタやりたいならちゃんと調べておけよ。言い方なんかこの際どうだっていいの。ネタでもないし本当のことなんだから。っていうかあなたたち全然信じてないでしょ。おまわりさん、お願いです。ニワトリのベッキーちゃんを連れて行った悪い UFO を探し出して捕まえてください。まあニワトリは盗難届という形なら受理できるので、そこまで言うなら署に行って書いてください。ただ UFO を捕まえるっていうのはちょっとね。いっそ SF マニアの人に聞いた方が。何よそれ、結局誰も信じてくれてないじゃない。もういいです、自分で何とかしますから。なんだあいつ、勝手に切れて行っちまったよ。てかお前信じる UFO の話。寝ぼけてただけなんじゃねえの。ニワトリもただ単に逃げただけとかそんなオチだろ。まあそんなもんだよな。ったく人騒がせなやつだぜ。
なあ。なあ。え？任せとけ。
うん、覚悟をやんのかこの野郎。よし、手貸すぜ。ほら調子がいいぜ。何来ない、いつでもいいぜ。もらった。おりゃガンガン行くぜ。私の出番ね。行くぜ行くぜ。はい、勝ちました。あんなひどいことをしたのに助けてくれて本当にありがとうございました。これお礼の気持ちです。本当はお金で返せたらよかったんだけど。ザック、カイルのことよろしくお願いします。そんなにかしこまらないでよ。僕が言い出したことだし仲良くやるよ。だから君はしっかり償っておいで。うん、ありがとう。
カイル、ママどうしてもやらないといけないことがあって、あなたとしばらく会えなくなってしまうの。それまではこのザックお兄さんのお家でいい子にして待っていてね。わがままなママでごめんね。ううん、ママ今までずっと僕のために頑張ってくれていたんだよね。本当にありがとう。僕なら大丈夫。ザックと一緒にママのことずっと待ってるから。だからママはママのやりたいことしてきてよ。カイル、ごめんね。ありがとう。ママ必ず帰ってくるからね。ママが帰ってくるまでにいっぱい頑張ってかっこよくなって驚かせてやろうな。うん、ザックもね。僕も？だってザックも頑張ったら僕のパパになれるかもしれないでしょ。カイル、何を言い出すんだ。別に僕はそんなんじゃ。待ってくれている人がいるってのは幸せなことなんだぜ。しっかり償って早く帰ってこいよ、マリアン。よお、足立さん、やってるね。ああ、先にいただいてるぜ。ハワイの酒もなかなか悪くねえな。そいつはよかった。お気に召したようで何よりで。いや、なんか不思議な感じだよな、こんなリゾートで足立さんと飲んでるなんてよ。言えてるな。せいぜい田舎者だと思われねえように気をつけねえと。しかしお前はなんか随分ハワイに馴染んでるな。いや、なんか溶け込みすぎてねえか。お、そうかい。俺もそんな気してたんだけど、この髪型とか結構ハワイにマッチしてるよな。うん、そうらしいな。うん、じゃあせっかくだし俺もちょっとイメチェンしてみるか。へえ、足立さんがイメチェンね。足立さんは今のままの方がいいよ。全然悪くねえんだから、どこも変える必要ねえって。おお、なんだよ、やっぱりそうか。変わらないものへの安心感ってのもあるからな。俺の中じゃ足立さんがまさにそれよ。相変わらず嬉しいこと言ってくれるじゃねえか、お前ってやつはよ。それにしてもよ、こうしてると偉人町での日々が随分昔のことみたいだぜ。ハロワをクビになるわ、ネットで炎上するわ、いろいろあったよな。うん、お互い苦労して築き上げてきたもんがあっという間にパーになっちまった。足立さんの会社まで巻き込んじまったな。本当にもう何回謝っても謝りきれねえ。いや、だからよせってんだよ。お前が謝ることなんて何にもなかったじゃねえか。それに俺の会社ったってちょいと社長気分を味わってみたかっただけでね。そういう割に結構計画的にやってたろ。会社の方針とかなんか迷いがない感じだったぜ。迷いはそうだな、確かになかったか。はん？元刑事としての経験を生かしたかったんでな。警察じゃできねえ、民間ならやれる仕事もある。事件が起きる前にそいつを防ぐってな、これからまだまだ伸びてく分野だ。
この老骨も世のため人のためにもう少しお役に立ってみせようと思ってた。それがやっとこさ軌道に乗って、なんならビジネスを次の段階に進めるかなんて言ってたのに。コンサル警備のグループ企業が目標っつってな。だがもう済んだことだ、忘れたよ。てめえがつまずいた石をほじくり返してるより立ち上がって前に歩き出す方がいい。その時は俺も何か手伝わせてくれよ。足立さんのためなら何だってやるぜ。おう、そんじゃ次のビジネスプランを考えるか。もちろんこっちのゴタゴタが片付いた後でな。改めて足立さんが来てくれて心強いよ。難波と一緒に駆けつけてきてくれた時はもう本当にありがたかった。今の俺をそんな風に言ってくれるのはお前くらいのもんだ。お前を手伝うことで俺も毎日に張りがある。持ちつ持たれつだよ。そっか。となるとん？まだしばらくお互いに支え合う必要があるな。俺ら当面は俺が助けてもらってるけど。気にすんな、今度倍にして返してもらうからよ。望むとこだ。やっぱうめえな、ハワイで飲む酒は格別じゃねえか。あんま飲みすぎんなよ、ここはサバイバーと違ってツケが効かねえんだから。大丈夫だって、もうマスターとも通過の仲よな。あマスター。ええ、ごゆっくりどうぞ足立さん。あれなんだよ、もうすっかり馴染んでんじゃねえか。へへ、飲み屋にスッと溶け込むのも刑事時代に培った能力の一つだ。なるほど、器用な子って。さすがは年の子、勉強になります。よし、もう一杯行くか。気分がいいからおごってやるよ。お、じゃあマスター、この店で一番高い酒を頼む。あ、待った、それを頼むんだったら出世払いだ。俺の次の事業が成功したら出してやるよ。ごめんマスター、やっぱ今飲んでるやつのおかわりくれる？よ、トミー。ああ、一人で飲んでたのか。俺もいいよな。もちろんだ、おめえが来るのを待ってたんだからよ。その後は特に変わりねえのか。さあな、俺はもうマリア近藤に近づいたりする気はねえからよ。そっか。トーマス、いやトーマス、僕だよ。ん？トーマスって？やべ、近藤だ。近藤ってマリーさんの？いいか一番、俺はあいつの前じゃトーマスってことになってるからな。お、そっか。トーマス、こんなところで会えるなんて。いや、今店の前を通ったら君が見えてさ。こちらはお友達？ああ、俺はその、そう、トーマスのお友達で春日ってんだ。近藤と言います。トーマスにはこの間一杯ごちそうになっちゃって。だからさトーマス、今日は僕がここでおごるよ。いいよね。ご注文はどうしましょうね、トーマス。そうだな、トーマスどうすんだ。遠慮はいらないよトーマス。そんなトーマス、トーマス言うなって。いや、すまねえ近藤さん、今取り込んでてさ。また今度にしような。そう、あ、じゃあそうだ、連絡先教えてもらえる？
前に話した僕のマリーにもぜひ会ってほしいし、僕はさ、慣れないハワイで優しく声をかけてくれた君にすごく感謝してるんだよ。ああ、それは嬉しいんだけど、俺の連絡先はその、ちょっとな。あれ、どうかしたトーマス。僕、何か気に障ることでも言ったかな。ワリゴンド、とにかくここを出ようか。外で話そう。なんで？とにかくここはちょっと周りの目が気になる。それもそうだな。あいた。ちょっとどこを見てるんだ君たち。は？ Fuck you say to me？ ああっと、待った。今のは近藤が悪かった。すまない。勘弁してくれ。なんで？そりゃないだろトーマス。今の見てなかった？多分彼らをわざとぶつかってきたんだ。どうせすぐ因縁つけて金を出せって言ってくるよ。おい、よせ。向こうさん怒ってるぞ。大丈夫。これでも僕は空手の有段者でね、腕には覚えがあるんだ。せい！やめろって。あんたもうすぐ結婚するんだぞ。ここでバカな真似したらまたマリーが傷ついちまうだろうが。また傷つくって。 Cuz all three of you need to shut the hell up. And this guy needs to apologize. Let's get that wallet out, jerk off. My business is only getting more expensive. 分かった。金だな。待てろ、今出すから。ダメだってトーマス。そんなこと君にさせられない。 I'm about to take your head off too, bro. あんたは関わるな、近藤さん。さっきトミーが言ってたの聞いたろ。ん？トミーって。なことはどうでもいい。とにかくあんた下がったろ。絶対に手を出すな。よお前ら、そっちの空手男は俺の手下なんでな。文句があるなら俺に言え。トーマス！あんたは行け近藤。もう俺にも構うな。でもこうなったのは僕のせいなのに。マリーにトーマスがよろしく言ってたと伝えてくれや。こっちは俺らが引き受けだぜ近藤さん。 No more jowing assholes. Time to make you bleed. I ain't letting you run. おっしゃ、行くぜ。調子がいいぜ。ぶちかませ。受けてみな。Legs are like jelly. Legs are like jelly. Little shrimp.Yo. Look at the little. Come on, come on. あれやるぞ。うっしゃ。ボッとしてっと。怪我するぜ。ガツンと行くぜ！行くぜ！アタックだよ！Look it.まいったな。
行くぜ。おねんねしてな。ぶちかます。ビビってんのか。ほら来いよ。Look at you, little shrimp. ビビってんのか。受けてみな。腰抜き野郎が。こいつらには悪いことしたな。おいお前ら、もうおとなしくしてろよ。さもなきゃこっちはまだまだいけんぞ。さっきの空手男にも手を出すんじゃねえぞ。分かったのか。近藤さん、もう行け。この乱闘騒ぎとあんたは無関係だった。いいな。トーマス、俺はあんたが思ってるようなやつじゃない。少し前まではヤクザやってたんだ。だからこれ以上お互いに踏み込むのよ。そう、俺の連絡先も教えるわけにはいかねえ。そんな。ただ虫がいいようだがよ、最後に一つだけ言わせてくれ。え？いいか近藤さん、あんたがバカな真似すればマリが傷つくことになる。例えばさっきあんたがうかつに喧嘩なんかしたら、勝っても負けてもいいことは何もね。取り返しのつかねえ怪我を負ったり負わせたり、警察の厄介になって仕事も失ってたかもしんねえ。もうあんたの人生は自分一人のもんじゃねえんだ。あんたの隣にいる人のことを考えてやってくれ。頼む。はい、わかりました。ありがとな。なんだか巻き込んで悪かったな。一番さあ行くか。おう、僕はマリーのことをきっとあなたと同じぐらい大事に思っています。正直言って、あなたがそこまでマリーのことを気遣ってくれていたなんて想像以上でした、トーマス。いえ、富澤さん。なんで名前を。どういうことなんだ。こちらの皆さんは僕が雇ったんです。店の前でばったりぶつかったのはそういう打ち合わせだったんです。ありがとう、皆さんのおかげで助かりました。お礼はまた後ほど。Sure thing, Mr. Kondo. These guys were no joke, though. Kondo、 あんたは一体。申し訳ありません、僕はあなたを試してたんです。富澤さん、初めて会った時のこと覚えてます？僕が道に迷っていたところを声かけてくれましたよね。ああ、あなたは自分から僕に声をかけたつもりでしょうが、実は僕が声をかけやすいようにしてたんです。あの時点ですでにあなたのことは調べていました。マリーの恋人だった方で、無実の罪で刑務所へ入れられていたことも全部。なんだと。マリーはハワイに心残りがあると言っていました。もちろんあなたとのことです。富澤さん、最後にお別れを言わないわけにはいかないと。じゃあマリーは。オタが出所した後、病というヤクザの部下になったことも掴んでいました。だから悩みましたよ。愛するマリーの願いは叶えたいが、あなたと出会うことでかえって辛い思いをするかもしれない。それでさっきの連中をけしかけたのか。
トミーがどんな奴かを試すために。はい、それについては詫びるほかありません。ですが僕はマリーを傷つけたくなかった。俺だって偽名使ってあんたに近づいたんだ。騙そうとしたのはお互い様だ。それで近藤さんよ、あんたの目にトミーはどう映ったんだ。富澤さんから見て僕は好ましい人間じゃなかったはずです。自分のいない間に恋人を奪った男なわけですから。にもかかわらず富澤さんは僕をトラブルに巻き込む前と身を挺して喧嘩から遠ざけようとしてくれた。マリーを守るために。改めて富澤さん、あなたを試すような真似をして申し訳ありませんでした。あなたは立派な方です。あの人はマリー。 俺たちはちょいと外すか、近藤さん。ええ。よ、隣が一番。ああ、マリーさんとはきっちりお別れを言えたのか。まあな、近藤のやつは俺が思ったよりずっと頼もしい男なんだとさ。そっか。何より彼女幸せだってよ。一番聞きたかった言葉だ。だな。お前のおかげだよ一番。また今回もいろいろ助けてもらったな。またってなんだよ。お前と出会ったおかげで俺は病んとこから抜けると決めた。でそれがあったからマリーとまた会えた。最後のチャンスを逃さずに済んだ。持ち上げすぎだよ。言葉で何言ったとこで感謝しきれるもんじゃねえ。だから好きなだけ飲んでくれ。俺のおごりだ。俺はもうおめえの懐具合だってよく知ってんだ。だから一杯だけおごられることにするよ。好きにすりゃいいさ。マスター、いいかい、この店で一番高い酒を一杯。ええ、お待ちを。いいかトミ、なめんな、当たり前だろ。あ、それ俺もだマスター、2杯頼むよ。豪気だね。高い酒ってのはこういう時に飲むもんだ。本当にありがとうな一番。これからもよろしく頼むぜ。おう。